はいどうも、キスケです。本日はゼンレスゾーンゼロおすすめボンプ紹介ということで動画を作っていきます。で、今ですねプロ棋士の皆さんが得ている情報でボンプガシャは課金じゃどうにもならない要素だから引くの待った方がいいよとか、キャラクター集まってから S 級ボンプを狙った方がいいよみたいな情報がねすごく多くないですか。まあ理由は明確で、このボンプの制約っていうのが結構大きくて、例えばこのガブットボンプはチームに氷属性のメンバーが2名以上いる時にスキルがさらに強化されると。でこのバトラーっていうボンプはこちらビクトリア火星のメンバーが2名以上いる時にアクティブスキルが強化されるっていう、そういう能力を持ってるんですけど、こういう制約があることによってなんかわけわからんボンプ引いちゃうと自分の持ってるキャラクターと噛み合いが悪くて全然強くないよっていう情報をねいっぱい出てるわけですよ。まあそれはね概ね正しい、すごく正しいことなんですけど、僕はね A 級ボンプにも優秀な子はいるんだよっていうのをちょっと伝えたいなと思って、今回は数ある A 級ボンプの中からこの子は優秀だよっていうのをちょっと紹介していこうかなと思います。そんなね自分の理想の編成を組めるぐらい課金できるなら、まあボンプガシャも別に困らないと思うんですよね。この S 級ボンプの選択とかボンプガシャを引かないようにしようって考えてる人って多分無課金とか微課金のプレイヤーが多いんじゃないかなと思うんですよ。やっぱキャラクターが揃わないから失敗したくないからね。だからそういう人に向けてこの A 級ボンプもかなり優秀なんで、まあ、ちょっとは引いてもいいんじゃねっていうことをねちょっと僕はお伝えしたいということで、まあ、動画を回し始めたっていう次第でございます。それでは早速優秀な A 級ボンプ紹介していきましょうか。でちなみになんですが、課金でボンプチケットはどうにもならないって言ったものの、このねバトルパスの成長プラン1200円のやつ購入するとこのボンプチケットついてくるんですよね。下の方にいくらか、ほら。だから課金でどうにもならないとは言ったものの、バトルパスを購入することでまあ無課金のプレイヤーよりかはもらえるようにはなってます。その辺はちょっと覚えておいた方がいいかなとは思いますかね。まずはこの子、探検ボンプですね。この子の条件がこちら、チームに支援のメンバーがいる時に発動ということで比較的条件が緩いです。まあ、S 級ボンプの大体の条件が氷2体とかビクトリア火星2体とかジャトヤが2体とか、その2体縛りが結構多いんですけど、この子は支援1体で、賄えるということで、この辺はかなり優秀なんじゃないかなと思います。で能力がこちら、アクティブスキル、スキルを発動すると付近の地面に沿って探知探索を行う、採掘か、採掘の結果に応じて自身のステータスの数値に基づきエージェントにランダムなバフを与えるということで、この子ねバフを負けるんですよね。これねかなり優秀だと思います。結構ランダムなんでねちょっとあれかなとは思うんですけど、どれも優秀な能力になってます。バフ1が HP 回復、はい、体力回復っていうのはね貴重な能力なんでこの子で賄えると。でバフ2シールド生成で、バフ3エネルギー自動回復アップということで、バフ効果の継続時間が12秒、クールタイムが16秒、だから4秒間のクールタイムを置いて自分自身にはバフが常に乗ってる状態になるということなんで、かなり強いと思います。緩いしね、支援のメンバーが1体いればいいだけなんで、支援のメンバーがいるとそのバフ量が上がるっていう形になりますかね。で支援のキャラクターは今現状リナ、ニコ、双角、ルーシー、まあ、この4体がいます。でリナに関しては S 級エージェントなんで、まあ、持ってる人少ないかなとは思うんですけど、まあ、ニコは無料でゲットできるよね。で最初のジャトヤパーティーでストーリーとか攻略してる人はおのずとこの探検ボンプは相性がいいと。で双角、エレンを引いて双角と組み合わせてるって人も結構いると思うんで、そういう編成にもこのボンプは優秀だと。であとルーシーね、ルーシーも、まあ、11号っていう S 級エージェントと組み合わせるとかなり強いエージェントになってるんで、まあ、その編成にぶっ込むっていうのもあながち悪くないのかなって思うんで、
かなり汎用性のあるボンプがこの探検ボンプになってると思います。次はこちらアボカドボンプ、可愛らしいですね。でこの子の条件がチームに支援のメンバーがいるとき、まあ、さっきの探検ボンプと同じ条件になります。だからキャラクターも一緒ですね。リナとか、はい、ルーシーとかですよね。でこの子の能力が、はい、こちらスキルを発動すると出場中のエージェントにジュース弾を発射する。エージェントに命中せず地面に落ちたジュース弾は一定時間その場にとどまる、エージェントがジュース弾に触れると HP を回復、はい、1回の戦闘で最大15回まで可能ということで、この子も体力回復の能力を持ってます。いやー強いよね。エージェント自身にねその体力を回復するような能力持ってる子いないんで、こういうボンプとかで体力回復を賄うっていうのはわりかしありなんじゃないかなって思います。さっきの探検ボンプも体力回復はあったんですけど、まあ、一応こっちはランダム3つから抽選になりますし、プラス、HP 回復量が 8% なんで、まあ、この子はもう体力と回復に特化した、ボンプという形になりますね。クールタイムも20秒と、まあわりかしなタイミングで打ってくれると思いますし、でチームに支援メンバーがいるとこの回復量がアップするということで、かなり回復できて、まあ、立ち回りが安定するんじゃないかなって思うんでね、このアボカドボンプもかなりおすすめのキャラクターになってます。ではお次、次はこの子です。気圧でボンプ、はい、この子の条件はチームに支援のメンバーがいるときに発動します。まあ、これも一緒ですね、さっきのアボカドと探検ボンプと同じと。で能力がこちら、スキルを発動するとエーテルの泡を吹き出す。エーテルの泡に触れるとエージェントのエネルギーが回復するということで、まあ、この子がいると、特殊スキルをバンバン打てるようになります。で特殊スキルをバンバン打てる状態ってやっぱ強いよね。当然エネルギー回復量が上がるか上がらないかでかなり回転率も変わってくると思うんで、この子も汎用性が高くてどんなエージェントにも組み合わせることができる優秀なボンプだと思います。で、追加能力を発動すると控えのメンバーのエネルギーを追加で回復してくれます。だから最初撃破キャラクターでねブレイクを狙ってる最中、控えのメンバーはエネルギーが回復しないわけですから、全然、まあ、ちょっとずつは回復していくけど、それが、まあ、増加するということなんで、この子がいるかいないかで特殊スキルの回転率がかなり変わってくると思います。この辺も汎用性が高くておすすめのボンプになってます。最後のおすすめ A 級ボンプはこちらお相撲ボンプになります。可愛らしいですね。でこの子の条件がチームに撃破のメンバーがいるときに発動します。撃破ってことは S 級エージェントクレタ、ライカン、 A 級のアンビーということで、アンビーはね誰でも持ってると思うんで、その辺と組み合わせることもできるという形になりますね。で能力がこちら、決まり手岩崩し。スキルを発動すると敵めがけて飛び上がり、落下打撃で一定範囲内に物理属性ダメージを与えると。このスキルには強い中断能力があるということで、敵の攻撃をね止めることもできますし、まあ、範囲攻撃なんでね、かなりこうまとまった敵にダメージを与えることができるということになります。この子もねやっぱ条件が緩い。撃破のメンバーっていうのは、まあ、理想編成を組むならやっぱ1体は入れておきたいエージェントになってますよね。だからそういう編成にこの子をちょんと入れてあげるだけで、やっぱこの中断能力のある物理属性ダメージをばらまけるということになるんで、この辺もねかなり強いんじゃないかなって思います。でクールタイムは14秒、結構な頻度で落下してきますねこの子がはい、っていう形になりますかね。今回紹介したのはこのお相撲ボンプ、そしてアボカドボンプ、そして気圧でボンプ、そして最後に探検ボンプと、まあ、A 級ねかなり汎用性のある能力が多いかな。バフをこうばらまけたり、まあ、体力回復したり、あとはエネルギー回復量を上げたり、まあ、シンプルにこう敵の攻撃を中断させてくれる、まあ、物理ダメージを与えてくれたりと。で追加能力を発動させるメンバーが、まあ、1体なんですよね今回紹介したボンプたちは。それも相まってやっぱ編成に自由が効くようになりますし、かなり強いと思うんで、
この辺をね、別にその天井を決める前にも、もうちょろっと引いちゃって、で、使っていく、そういうのもありなんじゃないかなって思うんだよな。いろんなイベントをこなしていく中で、まあ、今回ちょっと厳しめの対決が予想されるから体力回復入れとこうかなとか、もう今回はもうスピード重視やからエネルギー回復量バンバン上げてスキルで一網打尽にしていこうかなとか、ちょっと相手の攻撃しんどいなっていう時にこう中断能力のあるボンプでこう敵の攻撃を中断させるとか、まあ、そういう使い方はありだと思うんでね。個人的にはね、なんか S 級だけでこう効率よく進めるっていうよりかは、いろんなボンプ使って戦っていくのが結構面白いんじゃないかなって思いますかね。はい、まあ、ちなみに S 級は全部強いですねS 級は全部強い。条件はちょっと厳しいけど、まあ、持ってたら S 級でもいいかなとは思うんですが、やっぱこの子だけでね、こうイベントとかこなしていくのはだんだん厳しくなってくると思うんで、まあ、A 級でも優秀なボンプがいるよっていうのを今回の動画ではお伝えできたかなと思います。ということで、もしよろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは良き全ゼロライフを。バイバイ。